や田はかこさん。国民民主党共同会派や田はかこです。えっとまずですね、事業継続の理由についてお伺いをしていきたいと思います。前回平成30年の法改正の時ですね、今年来年の春をもってこのレビックの事業を終えるとの認識が強かったというふうに記憶をしております。資料1をご覧ください。衆議院でつけた二対決議ということであります。まあここにもありとおりですね、さらなる事業継続は前提としない。 とととといいいうう書きぶりりなっているということであります、まあ、今回、新型コロナウイルス、西村大臣、に大変ご活躍いただいておりますけれども、これの対応によって、事業再生のニーズが出てきたとしても、レビックの存続方針をまあ決められて、今回の第2次補正予算では、レビックへの1兆円の政府補償のお追加も決められております。 まず改めてレビックの組織、事業を継続する立法事実、明確にしていただきたいと思います。併せて従来は3年ということで、延長してきたわけですが、今回、なぜ5年必要と判断されたのか、ここもお願いしたいと思います西村内閣府特命担当大臣。お答え申し上げます。あのこの間間与野党間ででな協議もも行われる中で、えー、今回一次補補正正に続いて二次補正も、えー 予算委員会の可決まで参議院も終えていただいておりますその中で今回家賃支援などまた新たな野党側の要望も受け入れながらですねご提案をいただきながらこうして成立に向けて今最終の場面だというふうに認識をいたしておりますそうした中でやはりですね今回の家賃支援それから以前から行っておりますまあ今も話題になっていました持続化給付金こうした取り組みでだけで,あではですねやはり 20店舗、30店舗を展開しているような中型、中堅企業がですねなかなか対象にならない、さらには融資、無利子・無担保の融資枠も一定の枠もございます、それからそれ,だそれをほ他にもいろいろ借りたとしても、債務が積み上がるだけだと、あとはやっぱり返さなきゃいけないという中で、ですねやはりこの中堅企業が地域で相当疲弊をしていると。 という声をたくさんいただいているところであります。そうしたことを踏まえながらですね、今回機構がこれまで蓄積してきましたノウハウをしっかりと活用して、まさに地域を支えている、えー、中,中堅企業、中小企業でもやはり規模の大きなところ、こういったところをですね、しっかり支援していくことが不可欠であるというふうに判断をしているところでございます。その上で、えー、今回五年間延長する理由でありましたけれども、まさに三年間前回延長してですね、この期間内に。 地域における民間の技術的な中小企業支援、あるいは地域活性化の取り組み、定着させることにですね重点的に取り組んできているところでありますけれども、他方、今回のこのコロナ新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響を見れば、ですね今もうすでに相当厳しい影響が出ておりますし、さらに世界経済がこれからどうなっていくかわからない、それによってインバウンドも、ですねこれも今、ほとんどゼロですけれども、これが、 ゼロの状態が長引くかもしれない、あるいは輸出も、ですね製造業にとっても海外の輸出は相当まだ厳しい状況が続く可能性もあります、こうした世界情勢、あるいは国内も、今回、北九州の事例は割りと落ち着いてきましたけれども、大きな波、ならないようには努力しますが、大きな波が来ること、第2波が来る可能性ももちろんあります。そうしたこととをいろいろろ考えますとですでねさらには 企業がそういう影響を受け,て受け始めてから、企業申請を出すまでには一定のタイムラグもあります、そうしたことを勘案してです、ね、どんな事態が生じても、地域経済をしっかりと守っていく、そうした枠組みを作っていかなきゃいけないという観点から、5年間延長する必要が考えあるというふうに考えたところでございます。 矢田さん、はい、ありがとうございますあの大臣、今、中堅企業というふうにおっしゃったんですけれども、あの先ほども、杉尾委員からもありましたとおり、今回、大企業がなぜ入らなかったのかということの私たち、疑問があります。まあ、大企業といってもです、ね、地元の地域で工場とか事業所やってるところこれね、中堅企業という前提の1000人以下、5億、資本金投入5億未満、たくさんありますよ、大臣の地元の淡路島にも私たちの電気の工場があります。はい やらせていただいてますが、もう本当に地元で言えば中小企業と一緒なんですよ、地域の人たちの雇用も支え、地域の人たち読んでね、いろんな行事もさせてもらってます、まあ、そういう企業も、ですねやはり今回は、まあ、法人という単位で見ればね、大企業に入るんですけれども、柔軟な対応ですねぜひお願いしておきたいというふうに思います。 それでは2つ目のお質問に入らせていただきますが、何よりもこのレビックですね、もう長年やってきているわけですけれども、まあ、どんなその成果を上げたのかということ、しっかりとあのデータの分析をしておかなければいけないというふうに私は思っています。ところが、いろいろ探させていただきましたが、ないんですよ、資料2をご覧ください。まあ、改めて中心的な事業の事業再生支援、それから再チャレンジ支援、この事業について現在、 あの件数はバッと書いてありますけれども、いろいろ探しても、ですね、まあ、あまり大きく公表されていないということなんですが、この成果と課題について、ご弁会をお願いしたいいと思います内閣府、石田地域経済活性化支援機構担当室長。お答え申し上げます。えー 令和元年度末の実績でございますけれども、あの今お配りいただいています資料の一番目のところの事業再生支援というところでございますけれども、84件、 えー、支援決定というのをやってきておりございますそのうちの78件は支援が終了しているところでございます、えー、この事業再生支援というのはあの、えー、あらゆることまああのレビックが全部手掛けるということもできないものでございますから再建者調整が難しい案件でございますとか、えー、特にそのレビックが、えー、やらなければならないあの例えば 各県の中小企業支援協議会とかではなかなか手書きにくい。そういった。難易度の高いものを中心にレビックが手掛けてきたということであるそういったあの再生の実績というものはある程度あの出てきてるんじゃないかなというふうに思いますまた、あのえ、3番目の特定支援決定、再チャレンジ支援というところでございます。けれども、これはあの経営者保証のある、えー 債権を買い取って、その保証債務を免除するという、そういうことを先導的なモデルの事業ということでやってきているものでございますけれども、120件やってきてございまして、そのうち82件は支援が完了しています。こちらの方は、その最初、経営者保証ガイドラインというのができたときに、その保証債務をある一定の要件がかなった場合には免除できるということで、これをそのレビックが、 まさにモデル的にというか、先導的に、そういう免除のやり方というのをやって、それを地域金融機関に広めていきたいということでやってきているものでございまして、ある程度の件数の積み上げもございまして、地域金融機関にもそういうものを示してきているということで、そういった面での成果ということもだんだん出てきているんじゃないかなというふうに考えているところでございます。 ありがとうございますあのそう、ね、特にです、ね、あの84件中78件公開されているということでしたけれども、まあ、ホームページに公開されているものは数が少ないというふうなことと、それから特に再チャレンジ支援ですね、こちらの方の資料、本当、探しましたけど、何もなかったんです。で、<laughs> すみませんが、再チャレンジっていうのは、ですね廃業支援、私的整理のお手伝いをするというだけではなくて。 本当に再チャレンジすすするるる可能性があるからこそするわけですよね廃業の支援だったら、ちょっと公的な税金投入してやるべきなのかというふうに思えてしまいます。で、そこすら何も公開されてないわけです。したがって、いらぬ憶測を呼ばぬように、しっかりとやはりどういうところに再チャレンジ支援をしたのかという投資先と、それから加えて、どれだけの企業がリカバーしてきているのかという、率ぐらいは出さないといけないんじゃないかなというふうに思います。 特にあのファンドの出資、債務の買い取りなど、税金投入されている以上はです、ね、事業に関わる情報は可能な限り公開してほしいということを、これ、ご要請しておきたいというふうに思います。それと、あの国がまあ運営の主導権を握るこの官民ファンド、私はあの、投融資の審査、甘くならないのかという懸念もあってです、ねまあ、投資資金を回収できなかったケースもあるというふうに。 おお伺いをしております、まあ、公開されていませんが、聞き取りをすると1件はあったんだというお話でしたけどね、そういったこともちゃんと国民に明らかにしていかなければならないというふうに思いますので、これも併せてご要望しておきたいというふうに思います。え続いて3つ目にあの、専門家の派遣事業についてお伺いをしたいと思います。そこにもあるとおり、専門家の派遣事業、派遣欠点で204件あるというふうなことがあります。これ、レビックの事業の柱の一つだというふうに思います。 あのこの経営の改善や強化に関わる専門家の派遣に関しては、中小企業の小規模事業者ワンストップ総合支援事業の専門家の派遣事業や、各地の商工会議所が運営するエキスパートバンクの制度などもあります。そこと進み分けをして、レビックは独自に事業再生の取り組み中長期をこう見込んだ、の真の本当、専門家と言われる方々が事業の成否を 決定づけるようなことについいいてててアドバイスををししくとととう、まあ、位置づけで大変重要なものだと認識をしておりますところが、今回、レビック、本当だったら来年の3月で終わろうとしてたわけですよね、ある程度、専門家の方々も整理していってたというふうにお聞きしています。なのに、国会、もう一回、フロギ式を広げるわけですよね、本当に専門家集まるんですかというふうな疑問があります。 専門家が集まらなければです、ね、単純に資本投入したって、事業再生なんてなかなかありえないわけです、どのようにお考えですか石田地域経済活性化支援機構担当室長。お答え申し上げます。 あの今お話しいただきました通り、あのレビックはあの来年の3月があの元々は期限ということでございましたので、先ほどものご答弁させていただきましたけれども、あの人員体制を縮小してきているところでございます。現在は、えー、専門家は約189名、あの弁護士、会計士、金融機関出身者等ございますけれども、あの。 ピークの時に比べるるととと100人くらいいいい減っているということでございますであの専門家派遣事業あ、それからもちろんあの再生支援でありますとか、あのファンドの事業でございますとか、こういったもの、やはりどうしてもこの専門性の高い人間でないと、えー、金融機関との交渉とか、あるいは事業者の支援ということままならない話でございまして、あのまさにおっしゃる通りあの専門家をきちんと揃えていかなきゃいけないということが非常に重要な課題になってございます。でこのためにあの、えー 今、私ども、あの機構の方では、えー、外,部の外部からの採用あの、例えば人材紹介会社の活用とかそういったことを含めたり、あるいは権益機関からの派遣職員の受け入れとか、こういうこと、まあ、いろんな手を尽くしまして、そういった専門家、人員の増ということを図って、体制の充実をできるだけ早く進め,進め,させて,いて,進めていきたいというふうに考えて、まあ、今まさに今、やっているところでございます。矢田さん はい、あのおっしゃられた通りですね。あのレビックに所属する専門家の方々、今までもまあ製造業からこう、観光工、こうレジャー業、そして医療関係までですね、実に様々な分野で経験を積んできたと思われる方々がいらっしゃったとお聞きをしています。まあ今後はですね、あの、このコロナの影響で、まあ専門家のあの派遣急増する可能性もあるわけですよ。早期にやはり体制を整備していただかなければ、ここの補正予算の二次のこの関連質疑でですね、関連で。 1>, 1兆円積み増しますといったところで,です、ね、本来の仕事ができるのかという、まあ、大きな問題があると思いますので、ぜひ、そうしたその経営改善とか事業の再生のエキスパートをです、ね、あらゆる人脈なり、あの人的ネットワークなり、まあ、わかりませんが、OB の方々の活用なりです、ね、早期にやはり重点的にやらなければ、お金だけ用意しても意味がないというふうに思いますので、ぜひ体制の整備をお願いしておきたいというふうに思います。 合わせてです、ね、これ、困難な事業者、これからどれだけ出るか予測がつかない中で、今回の問題は、特に新型コロナウイルスの感染症のための,その経営難に陥ったその中小事業者、事業再生という枠組みでどの程度、レビックの支援まで求めてくるのかということ、これも予測もつきません。ままずはやはやりり運転資金が要りますかから様々な中小あの経,営経産省だとか 金融庁とかで用意されているようなですねまずはそういったところに手を伸ばされるというふうに思いますえっと資料3、えー、一覧にしてみましたが現在経済産業省中小企業庁等々で日本政策金融公庫、それから商工組合中央金庫の融資や貸付制度そして民間金融機関のセーフティーネット4号5号などの制度によってですね 資金繰りに苦しむその事業者の支援をさまあ様々に展開されようとしています。まあ、その上で、ですよこのレビックとして、今回、緊急事態にある中小企業の事業者、どのようなニーズに対して、どうしたところにその重点を置いて、支援しようと考えておられるのか、特に資本注入ですのでね、そういう支援については、手続き的にも時間がかかるというふうにも想定されます。 どのようにこれも対応されようとしているのか、お答えいただきたいと思います西村大臣。ご指摘のようにです、ねあの、今回の2次補正まで含めますと、いわゆる給付金という形での持続化給付金、あるいは持続化補助金も今回、拡充させていただきます、それに加えて資金繰りもかなりの程度、今回、枠を取って用意をしております、さらには雇用調整助成金も、これは与野党を超えての様々なご提言いただいて、上限額も引き上げて、 支援をしていくということですけれども、先ほど申し上げましたように、やはり中堅企業のところがです、ね、これで本当に足りるのかというところは、いわとを超えてさまざまなご議論をいただいてきたところでありますあの。過去の事例を見ても、先ほど申し上げましたようにあの、熊本で60店舗以上展開するような飲食店への支援とかですね、行ってきております。 介護施設なども支援を行ってきてきおりますその上で、さらにご指摘のようにメニューがこのレビックたくさん持っておりましてです、ね、資本注入もできれば、専門家の派遣もあれば、債券買取とか、さまざまな調整も行うことができます。まあ、そういう意味で,です、ねあの、今後いろんな事態に備えてです、ねえー、さまざまなメニューで、しかも幅広い業種に対して、いろんな事態が起きても対応できるという、あのそういう大きなメリットがございます。そうした中で あの特に資本注入、これはのオーナー企業によってはです、ね、何かこう資本入れられるのが抵抗ある方もおられると思います、こういった方には、資本性の長期のローンもありますので、これの、返済はある程度長い期間できますから資本、資本として認められるようなものであります、そういったことも含めてです、ねあの、ぜひその資本性の資金をですね、えー 必要とする地域を支えている中堅企業、中小企業にしっかりと供給していくと、そういう観点から、あしっかりとした支援を行っていきたいと、運転資金、当座の運転資金のみならずです、ね、中長期的に地域を支えていただくために、もう一度事業をしっかりと立て直していく、あるいは新しいことにチャレンジする部分も場合によってはあると思いますけれども、そういったところを応援していきたいと思っております。そののの上ででご指摘のように時間がかかってはこれいけませんので すでにこの法改正待たずに、あるいはあの今後のファンド、実はあのカバーできてない地域もまだありますので、今、地銀と一緒に新しいファンド設立も考えている、あの調整を始めているところでありますけれども、すでにあの5月18日からあの事前の相談受付も始めております。えー ご指摘のように、あの支援までには一定の期間もかかりますので、もうあらかじめそういったこともやり始めているところであります。今後もあのさらに迅速な審査に努めて、ですねあの速やかにこのニーズに応えていけるように対応していきたいというふうに考えているところであります矢田さん、はい、あのこの委員会でですね大臣、1月に、えーとえー、調査会として、ですね長野県に行ったんですね、でレビックで、えー、そのおやってらっしゃるわくわく山の内というところを見てきましてですね、 あのすごくやっぱり、こういうその資金投入によって、支援したことによって、町が活気づいているのも私たちも見てきましたので、有用性については理解をしているつもりです、ただ、そのわくわく山の内でお話をしたあの旅館の,あの方とちょっとお話を少しさせていただいたら、やっぱりコロナでもう全くこう環境が変わってしまったというような状況なんですよ、どうしようかと、本当に思ってますというふうにおっしゃってましたのでね。 フェーズが変わったという認識を持って、私たちも改めて取り組みを強化しなくちゃいけないな、というふうに思っております。で、あの、次に、あの、災害復興支援についてもお聞きをしていきたいんですが、大臣からも今お言葉ありました通り。こう今までの延長戦ではなく、少しフェーズを変えて、あの、コロナの、あの、この環境、あの。 感染によってですね影響したところを見れば、今までの地域ではないところも対象になるかもしれないということで、もう一回、枠組みの整理も必要になってくるかというふうに思っています。えー、今回、2016年ですね、熊本大地震のときの災害、2018年の西日本豪雨災害の復興支援ファンド、それから今年1月に設立されている令和元年台風等被害広域不縁執行ファンドなど、こういったものに倣って、まあ 新型コロナも一種のこの災害といえば災害なので、あのそういう枠組み整理をもう一度仕掛けていかなければいけないんじゃないかと思っていますえ。ただ今回ですね、全国的にその地域経済が打撃を受けていることや、災害復興支援ファンドではやはり観光レジャー、工場の整備の復旧等ですね、事業支援の目標がある程度はっきり。 していたということでもありますので、少し墨み分けをしなくちゃいけないで、資料4をご覧いただくと、再生支援決定基準、設けておられるのがよく分かるんですけど、この基準でいけるのかどうか、最後に、少しこの基準の見直しがいるのではないかと思っているので、ここの見解についてお答えをいただければと思います西村内閣府特命担当大臣、えー。大変大事なご指摘だと思っております。あの 私もあの山之の内町の,あの野猿ですね、あの風あの温泉に入る猿を家族で見に行きまして、まあ、地域の皆さんが非常にあのみんなで力を合わせながら取り組んでいる姿、本当にえ感激をいたしました、まあ、他方、ご指摘のように、インバウンドがすごい多かった中で、ですね今、ゼロになっています、ですからこれまでの取り組みも、国内に当面はですね将来また戻ってくるのはもちろんあれですけど当面、国内観光、 にこう変えていかなきゃいけない部分もあると思いますし、さまざまネットでの配信とか、ですねご指摘のようなコロナを契機に少し新しい取り組みもやっていかなきゃいけない部分があると思います。そういう意味で、これまで災害向けにファンドを作ってきたものを、ですねこれを今、規約を切り替えて、新型コロナ感染症の拡大、影響を受けている、そういう支援ができるように、今、取り組みを進めているところであります。他方先ほどど少し申しまし申またけれども一部の地域で まだカバーできていないもの地域がございますので、地銀と一緒に今新しいファンドも立ち上げるべく調整を行っているところであります。その上で、ですねこれあのご指摘のように、影響を受ける中堅・中小企業にしっかりと支援が行き届くようにしなきゃいけませんので、あの柔軟にこれ、対応していきたいと。 きめ細かく対応しつつ、柔軟にやっていきたいと考えておりますので、先ほど申し上げたように、メニューもこのレビックいろいろ持ってますし、また業種も幅広く見れますので、あの地域のニーズに応じて、しっかりと対応していきたいというふうに考えております、はい、ありがとうございました。<手>